栄店にやってきました。今日はここで泊まります。だいたいこの旗小屋は2階建てなんですが、雪国ということなのでしょうか、平屋です。はい、ディナーです。今日のディナーはセブンイレブンで買ってきた金の直火焼きハンバーグです。こちらは、これは何ですか。海鮮レタスチャーハンだそうです。ではいただきます。羽黒山は山形県鶴岡市羽黒町峠羽黒山にある山です。出羽三山の現世を体現する場所となっています。今回は無料駐車場に車を止め、随神門をくぐって国の特別天然記念物に指定されている杉並木を歩きます。国宝に指定されている五重塔を過ぎ、1の坂2の坂を上り、2446段もの石段を上がって三神豪祭殿へ。参拝後、反対側の駐車場にあるレストハウスで休憩。下山は同じ道を通る 5.8km、累積標高 362m のルートを歩きます。現在地ここですね。雪です。宿坊かやぶき屋根です。
随人門の前へのトイレにまず入ります。トイレは下に1回降りるようですね。トイレ故障中、そんなの困るやんね。やってきました。これが随人門ですね。丸型ポストが立ってます。ここに由緒書きがあったようですが、まるで読めなくなってます。生まれ変わりの旅ですね。現世の山です。いやー立派です、随人門。仁王門と呼ばれていた。この杉並木、国特別天然記念物になってます。お社が立ち並んでいます。杉を伐採している下に雪がまだ残ってますね。じゃあ、いや雪が思いのほか残ってる。滝が流れています。天然記念物ジジスギ、樹齢1000年以上だそうです。やってきました。国宝五重の塔です。国宝羽黒山五重の塔、国宝の看板があります。ここから見ると美しいということなんでしょうね。これがそうだ。ここが井戸の山の養廃所ですね。ここから望めるんでしょうね、きっと。ずっと石段ですね。この石、誰がどうやって運んだんでしょう。それを思うだけでびっくりしますね。
急な石段になりました。あの人走って降りてきています。トレイルランの人ですね。急な階段終わってようやくちょっとなだらかになりました。もう息上がりました。ここでもまだ標高304メートルですね。半分ぐらいしか来てないです。お見上がりました。愛宕神社、あそこに石灯籠もありますね。南谷、もちろん直接山頂の方を目指します。200年もの。いっぱい結んでます。縁結び、五円玉、八幡宮、尾崎神社、鳥居が見えました。あそこにお社も見えてます。羽黒山再刊だった。これではありませんでした。やはりあの鳥居の向こう側ですね。羽黒神社到着です。やった、ここまで53分かかりました。疲れた。三社三神合祭殿、あ、三つ行ったことになるんだ、嬉しい。羽黒山、かやぶき屋根ですね。いや、でかい。いやー、でかいです。工事中ですね。うわ、あんなとこ登ってる。いや、中も大きいですね。え、今なってことよね。ちょっと待って、鏡池、逃がしますので。いやー、雪ですね、ほんと。池もほとんど雪に覆われてました。霊祭殿、そこでホットコーヒー買おうよ。ここが車のお払いをするとこですね。だからここまでは車で入ってこれるということかな。あ、そう、だからこの奥が駐車場まで歩いてきました。かなり広いですね。あそこに食堂ありますね。
閉まってるでしょうか。ご案内。玉こんにゃくどんどん湧いてるよ。開いてるじゃん。開いてるじゃない。玉こんにゃく買いました。空いててよかった。椅子も座らせてもらいました。バス来てました。でこちらの参道の方行ってみます。戻ってきました。こっから乗るだけ、カヒが並んでいます。下りは苦戦しています。おばあさん、下りは得意なおじいさん、行きます。ひたすら階段の下りです。五重の塔まで降りてきました。橋渡ります。随神門まで戻ってきました。やっぱり下りは早いですね。30分か40分ぐらいで降りてきました。はい、到着です。ここまでで1時間54分 5.8 キロ累積標高362メートルでした。いや、素晴らしい神社ですね。登りがありましたし、ちょっとその辺りでお昼ご飯にしようと思います。ありがとうございました。お休みどこと随神門麦切り。